はいどうも、なおちんです。さあ今日もドラクエ10オフラインやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは行きましょう。さあ今日はコメントをいただきました。ありがとうございます。以前魔法戦士でマダンテを使った時あんまりダメージが出なかったんですよね。でフーラの方がダメージが高いという話をいただきました。ありがとうございます。今日はマダンテの威力についてちょっと調べてみようと思います。まずマダンテを撃っていくんだけども、主人公魔法戦士です。MP は716で、フーラ MP は713。 MP に相対差はありません。ただし攻撃魔力が、全然違いますね。フーラは1012、1000を超えてます。で主人公は764、まあ、断然違いますね。まあ、これでどれぐらいの差があるのか、まず見てみましょう。では試してみましょう。ドンモグラでいきます。まずはですね、ノーマル状態で、マダンテ打ってみます。テンションは、マックスではないですね。でその後に、ちょっとテンションマックスとかでも試してみましょうかね。では主人公のマダンテ、この前打ったから分かるんだけど、確か2700とかそれぐらいだよね、多分、おそらく3170か。相手の魔法防御力とかそういうのにもちょっとよるのかな。で、フーラやってみましょう。ただあれだよね、呪文の説明としては MP を全て使い敵を打ち滅ぼすって書いてあるんで、どうなんだろうね、 MP 依存のような気もする。フーラのマダンテどんぐらいだ、変わらん、MP が主人公の方が3多いのよ。だからフーラの方が若干下だったのか。あ、これね、魔法攻撃力とは関係ないっぽいですね。うん、まあ次ちょっとテンションマックスで打ってみましょう。それではテンションマックスなりましたね。打ち込んでみましょう。さっきが3170か。で、フーラが3140ちょい。ですね。テンションマックスになると、ダメージも上がるのかい？上がる。上がる。テンションマックスになると、まあ、1.5 倍ぐらいダメージは出るっぽいね。で、フーラも同じく、1.5 倍ぐらいになるか ?4500 ぐらい、あ、4700。なるほど。攻撃魔力は関係ないけども、テンションは関係あるんだな。あ、だったらば、あれだよね。攻撃魔力を2段階上げたりしても、ダメージは変わらないはずだよね。ちょっと試してみましょう。それでは魔法攻撃力アップを1段階入れてみました。1段階でも、まあ、効果は見えるからね。で、これでマダンテを打つとどうなるでしょう。多分変わらないな。さっきが、ノーマル状態だったら3170だったよね。多分変わらないはず。魔法攻撃力とは無関係だったんでだね。魔法威力を上げてもダメージは変わりません。そうか。でもう一つね、俺ねこれも試したかったのよ。これ霊脈魔法陣だね。敵の足元に呪文ダメージが増える陣を作るだね。これだったらば多分ダメージは上がると思う、おそらく。さすがに上がるでしょう。ちょっと待ってね、攻撃されるから。別にあれよね、魔法防御とかは上がってないからね。
OK。では、マダンテ、行ってみましょう。ノーマル状態なので、3147か。さっきがね。で、この魔法陣を使うと、威力が上がるはず。上がらん。あれ？一緒だ。一緒。あー、これではダメージアップしないんだね。んー、では、最後、相手の体勢を下げてみましょう。まず、ヒューザで、うん、ヒューザで、あれだね、いや、アンブシアでもいいんだ。とりあえず転ばせよう。転ばせて、で、フーラは何もしなくていい、まだね。で、アンルシアの勇者の命で全体制をダウンさせてみましょう。これでね、全属性が下がるからね、マダンテの威力も上がってもおかしくないと思うんだけども、行ってみます。3100ちょっとだったら上がらないってことね。マダンテ上がって頼むから。じゃないとあまりにも弱すぎる。あー、 1.5 倍になる。うん、全属性を下げると、1.5 倍ダメージは出ますね。ああ、なるほど。 OK。 ではもう一つ試したいことがあって、それがレボルスライサーだね。レボルスライサーのダメージアップ、これも影響するんだろうか。入ってるね。全属性ダウンも入ってるし、レボルスライサーも入った。 OK。 で MP はマックスです。でさっきが4500ぐらいだったんで、レボルスライサーが入ると6000ぐらいいくか。どうだ、9999いってほしい本当は。上がる上がる。なるほど、そういうことか。はい、ということで戻ってきました。今日はコメントありがとうございます。マダンテについてちょっと検証をやってみました。マダンテは、魔法攻撃力とは関係がありません。 MP でのダメージとなります。なのでこっちのね、魔法の威力を上げたところでダメージは変わりません。ダメージを変えるためには相手の体勢を下げてあげる、よだめを上げてあげるじゃないといけないみたいです。あとテンションアップがあったね。テンションマックス、属性ダウン、ダメージアップ、これでのマダンテは完走した。はい、ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。